はい、えー、こんにちは、えー。それではですね、えー、今日のマーケットを見ていきたいと思います。えー、日経金株価は、あ,まあ今日は上昇ですね、えー、上げ下げ、えー、激しい相場、続いてますけれども、えー、プラスの1.97%、38,552円ですね、えー、プラス743円で引けております。トピックスの方が1.2%プラスで、えー、2,683ポイント、グロス250は0.89%のプラスとなっています。値上がり目が数ス181、変わらず1、値下がりが43、 3となっていますワー度上位見ていきますと、またこれも1面ですね。ファーストリテリング、アドバンテスト、東京エレクトロン、ソフトバンクグループ、TDK ということですね。それからキーの回でいきますと、ニトリ、ダイキン工業、セブンアイ、日東電工、日本取引所グループとなっております。ヒットマップはあ結構緑のところはね、大型株中心に多かったかなと思います。 で、業種別で見ていきますと、1位が保険ですね。強かったですね。保険、それから海運、えー、薬品、陸運、サービス業という順番になっています。値下がりのところがパルプ、紙、銀行業、鉄鋼、空運、その他金融業という順番です。まあ今日は半導体結構強かったですね。えー、特に大型のところ方っていうのがしっかり5番も垂れてこないというような感じでしたので、まあそれが日経平均をかなり支えたかなという感じでした。 まあ、ただですね、まあ、経済指標というところでいきますと、えー、まあ、昨日ですね、夜に出ている ADP 雇用者数、まあ、このところが、あまあ、予想に対してですね、結果、あまあ、上振りというような感じで14万3000人でした。まあ、今日もですね、えー、ISM 非製造業を経費数と、まあ、この辺のところが、重要なポイントになってくるかなと思いますので、えー、まあ、こういった数値によってはですね、また、どレへんのところですね、かなり動いてきて、えー、まあ、乱高下ってこともまだありますから、なかなか、今月もですね、相場非常に難しいか かなといいう,うに思いますそれから明日ですね、失業率と雇用時計出てきますので、えーまあ、これが結構一大イベントかなと思います。やっぱりドル円のところですね、かなり日経平均もね、それに振られているところがありますので、えー、結構スイングトレードはね、かなり難しいような状況になっているかなと思いますので、えー、まあ、きみたいなね、かなりギャップアップで大きい日っていうのはですね、えー、注意してトレードする必要っていうのがあるかなと思います。はい でえー、と今日はということなんですけども、まあ、非常に強かったですね、えー、霞ヶ関キャピタル、ちょっと見ていきたいなと思います。まあ、昨日ですね、えー、引け後に決算を発表しておりまして、えーまあ、今期のですね、着地というところも強かったんですけども、次の期ですね、25年8月期に関しても、これ、すごい数字が並んでますね、振り上げ高に関しては44%プラス、営業益が93%、経常益が90%、そして最終益はまあほぼ2倍というような形で、えー、増配も発表しております。 240円ですね、はい、非常に強い、まあ、数字を出、ね、してきているわけなんですけども。 ま、同時にですね、えー、中継ですね、えー、こちらのところも、お、昨日出してきていまして、25年8月か29年8月と、要は5年間のですね、5カ年計画っていうような感じですけども、まあ、ここに出てきている数字っていうのが、まあ、なかなかのものだなというふうには思いますが、まあ、この5年間でですね、AUM 目標ですね、1.5兆円規模ということで、えー、まあ非常にですね、成長率、成長性がね、高い、そういった会社でもありますけども、この金融かける不動産、それから、 回転のビジネスモデル、それから多額か多層化っていうところで、なんかこれすごいところにいますね。不動産業界,業界の企業マップっていうことで、まあ、市場からの期待もすごい、えー、実績を伴った成長もすごいっていうところで、えー、まあすごいところに位置しているってことですね。 でもこれっていうのは、あ、決してですね、えー、まあ、この会社が出している資料だから言い過ぎっていうこともなくてですね、やっぱり PR っていうところにそれは現れているかなというふうに、あの、感じていますと。で、霞が関キャピタル、18.7倍なんですよね、PR ね。で、これ一般に不動産業っていうふうに、まあ、セクターになってますので、 まあ高すぎますよね。どう考えてもこう高すぎるんですけども、これがなぜ許容されるかっていうところを考えていくと、やっぱりですね、この資料にあるように、事業プロのポートフォリオの多額化っていうことで、不動産業とはなっていますけども、 まあ、結構ですね、物流とか、まあ、ホテル、ヘルスケア、え海外とね、いろんなことをやっていて、えー、で、ここを、まあ、数年のところで行きますと、この成功報酬っていうところですね、えー、ここが入っていて、そこからストック収入ですね、相当の,のストック収入も含めると、まあ、24年8月期に関しては4 40%ぐらいですね、えー、このぐらいが、まあ、ストック収入になるよということで、まあ、一般的に不動産っていうのはですね、 結構水物という感じで、えー、まあ景気動向もね、えー、結構左右されるような、あまあそういったセクターにはなるわけですけども、それをまあストック収入で、えー、ある程度ね、こう確保していった上で、えー、リブランド、それから土地の売却益っていうのを乗っかっていって、えー、っていう感じで急成長を遂げているというような形ですね。 で、結構この物流事業とかもね、面白いなというふうに思います。あんまり不動産が物流をね、えー、やってるみたいなところっていうのもないんですけども、まあ非常にレベルの高いですね、えー、人材っていうのもね、たくさん確保しているなっていうところが、あまあ見て取れるかなというふうに思います。で、僕結構こういう、まあ銘柄ですね、えー、見るときに、まあ PR 結構高くて成長性も高いっていう企業っていうのは色々あるんですけども、一つですね、あの、その仕様になるのが、 えーまあ、IPO とかね、その新しい会社とか見るときもそうなんですけども、やっぱり平均年収っていうのは結構僕が見てる指標になります。で、これね、指揮のところで見るとわかるんですけども、まあ、出てない会社もありますけどね、霞ヶ崎キャピタルに関して言いますと、 えっとここに書いてありますね。年収1407万円ということで、まあ、連結354名、単体240名というふうになってますけども、おこの年収がやっぱり非常に高いですよね。ということで、えーまあ言っ このね、えー、先ほど書いてあったように、まあ高度な人材がいますよっていうのも、まあそうなんだろうなというふうに思います。やっぱりこの成長性の低い会社とかですね、えー、まあそれ業種業態で仕方ないところもあるんですけれども、やっぱりね、年収が低い会社っていうのはですね、やっぱなんかこう、ちょっと成長性が弱い会社っていうのが結構多いかなと思うので、本当にその会社成長していくのかなっていうのの一つのバロメーターということで、この年収、 っていうのは、あの、今後ですね、あの、見ていく、まあ、あんま見てなかったよっていう方は見ていかれると、まあ、一つね、あのー、数字として見れるっていうことで、まあ、いいのではないかなというふうに思います。はい。ということで、えー、今日のね、えー、霞が関キャピタル、まあ、非常に、えー、強い動きをしていたわけなんですけれども、月足から見ていきたいと思います。 はい。月足、ここまで来ましたね。えー、前回の高値にもうちょっと接近するというところですね。前回高値が19,620ですけども、まあそこにもうちょっとで到達するようなレベルのところまで来ていますと。で、ここまで3ヶ月の推移も非常にいいですよね。やっぱりこの下髭を2ヶ月連続で長く伸ばしていて、えー、まあ振り落としのような動きっていうのをしっかりとした後に登ってきているという形で、 まあ、一旦ですね、この上のところで捕まっていた玉っていうのをかけさせた上でですね、綺、え、麗、ー、にした上で登ってきているっていう感じで足型も改善していた派かなというふうに思います。そして、明確にですね、この月足ベースでの上昇トレンドラインにまた再度復帰をしてきているわけですね、ここでね。ということで、まだまだですね、上への成長というところはですね、えー、株価っていう面でも見ていけるのかなというふうに思っています。あと、まあ 一番大事なのはですね、前回の高値のところですね、えー、これが、あまあ、今これ10月の足、まあ、始めたばかりではありますけれども、まあ、実体ベースで、えー、このラインっていうところですね、38,700あたりっていうところを、実体ベースで今月抜けてこれるんであればですね、えー、2万円超えっていうところも十分見えてくるような、そういった値位置かなと思います。はい、続いて週足ですね。 まあ、週足はもともとですね、ここ3ヶ月のところは強く来ていまして、前回のですね、8月の後半のところの高値っていうところを、まあ、今週足のところですね、これでブレイクをしてきている状態になっております。で、まあ、こういったですね、ちょっと逆算像に見えるような、底値固めの動き、この辺のところも週足ベースでもしっかりと形作ってきてますので、ネックラインのところもしっかり超えてきていて、非常に強い形の上での今回の高決算ということですので、まあ、まだまだですね、 ってていいうのは十分目指していけるやっぱりショートっていうのは結構きついなという感じはしますね。えー、デッドレベースでは全然いいと思うんですけども、中長期でショートを仕掛けるには怖い値、ね、位置にはなってくるかなと思います。 で今週足のところで見ましても、週足ベースで,です、ねえー、今まで、えー、一度も超えなかったラインというのが38750というところがありますので、えー、まあ今週足、あ、えー、日で確定しますけれども、明日これで,です、ね、すっと上冷え伸ばしてしまうと、おちょっとまた上値が重いという感覚になりますけれども、ここを上に抜けて、例えばですね明日2万を超えてくる形で,です、ね、抜けるとか、そんなことあると、おまあ来月です、ね、年末に向けてもさらに、えー、アップサイドというのは面白いのかなとないうふうには思って おりまき、まあ、今日だいぶね上昇のパワー使ったとは思うので、えー、ちょっと明日はね、なかなかこれよりさらに上昇というのはハードルが高いかもしれないですけどね。 はい。冷足で見ていきたいと思います。まあ、先ほど言った逆三尊のところですね。この左肩、中央、最安で、ね、右肩で、えー、1万6000とかですね、えー。このネックラインのところっていうのが結構硬かったわけですね。それを今回の決算でギャップアップで、えー、一気に抜けてきて、まあ、ここにちょっと一番のアーラインはあるんですけれども、まあ、そこのところからあ、付近からね、スタートして一気に上というような感じになっていますね。まあ、こういった形で下の底固めっていうところも完了した上での抜け方ですので、えー、引き続きですね、えー、強気では見ていいんじゃないかな といいう,うに思いますただ、先ほども言ったように上の天井のところですね、1万9600たりっていうところは、過去ですね、えーまあ、2度ほどですね、骨の,のラインっていうのは跳ね返されてというところではありますので、そんな簡単に抜けれるラインではないっていうところも、まあ、一応頭に入れておいた方がいいかなと思います。だから、少しですね、えー、こう2万円に抜けていくにしても、この19000たりで、えー、少し揉んで、えー、サポート固めをするような動きっていうのを挟んでからの方が上りやすいのかなという感覚は持っております。 はい。ちょっとデートレの話もしておきますと。 まあちょっとね、今日一番0千0をね、サポートに、ま結果論であるんですけど、行けばよかったなという感じはするんですけれども、まあ、ちょっと僕はこれ入りませんでしたと。で、えー、まぁ、あ、明日あートレードするっていうことで行きますと、まぁ、あ、今日ですね、えー、かなり出来高だまりしっかり作ってますので、えー、19000のあたりですね、19000から19200ぐらいのところで、えー、作っていますので、ちょっとこれを下から攻めるのはあんまり、えー、売りやつがね、ここ強そうな感じがしますので、えー、この19200のラインっていうのを、まあ下から こういう動きが出てきたところっていうのはエントリーポイントにここですね、なるかなと思います。あるいは最初からですね、ギャップアップでスタートする、19,25300ぐらいでスタートするんであれば、まあ、そのままですね、下をサポートにエントリーをしていくっていう、まあ、この2つの戦略っていうのは、明日あってもいいのかなというふうには思いますということですね。 ただ、ここの、まあ、18,400より下ぐらいのところっていうのは、えー、特にね、えー、売買がなかったラインになりますので、落ちるときは結構ストーンと落ちやすいっていうところを頭に入れて、えー、ここは難品で耐えるのではなくてですね、え、撤退ラインっていうのを決めた上で、えー、ラインをね、下回ってしまった際は潔く切るっていうような、まあ、そういったところを丁寧にやっていかないと、えー、必ずしもですね、上っていうふうに考えてしまうとお、裏をね、取られると結構危ないかなと思いますので、まあ、そこはあ注意が必要な銘柄ではないかなと思います。 はい。ということで、えー、今日はですね、高決さん、昨日出しました、霞が関キャピタルですね、えー、見ていきました。まあ、引き続きですね、注目していきたいメーカーですので、えー、一緒にですね、えー、ちょっとここを追っかけていきましょう。 はい。ということで、えー、今日はですね、えー、見ていきましたが、あ参考になたと思っていただけましたら、高評価ボタン、チャンネル登録ですね、えー、ぜひよろしくお願いします。それから今日木曜日ですので、20時からですね、えー、オンラインサロンのですね、えー、メンバーの方限定の分析ライブですね、20時からやっていきますので、えー、参加できる方はぜひですね、えー、ご視聴いただければと思います。まだ参加されてない方は概要欄の方からですね、えー、参加できますので、えー、ご確認の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。